1996年4月21日、当時は FMW 女子を創成期から支えていたコンバットトヨタの引退が目前に迫っていた頃である。今回の女子によるストーリーオブザ F は、そんなトヨタが恩師ジャガー横田に恩返しをするところからセカンドステージが幕を開ける。後楽園ファイナル女子エキシビションマッチ10分一本勝負を行います。青コーナー吉本女子プロレス110分のジャガー横田、赤コーナー WW 世界女子インディペンデントワールド世界女子チャンピオン220分のコンバットトヨタ。そして運命の5月5日、川崎球場でいよいよ FMW 女子にとってかつて経験したことのないビッグマッチに挑むこととなる。この日シャーク土屋はガイアジャパンの長与千草と対決し、緊張感あふれる試合を展開した。そして迎えた史上初の女子による電流爆破マッチは、この人を立ち会い人に迎え、重厚にその時を迎えた。大手を工藤めぐみと小松というのを見届け人になります。それ以降は FM ラブの会場一切来ませんので、
壮絶な戦いは終わった。3万3231人の感動の渦の中、大仁田に抱かれプロレス界を後にする豊田の表情には一点の曇りも感じられなかった。本当にありがとうございました。こういうところで何を話せばいいのかちょっと自分もわからないんですけども、5月5日の川崎でもう本当に何の気にもなく燃え尽きることができました。本当に皆さんのおかげだと思い、本当にありがとうございました。ですね、やっぱり何の気にもなくと今は言ったんですけども、やっぱり今これからの FMW 女子が気がかりでなりません。工藤、中堅で誰のあと若手で中山、神林、この人数しかいません。本当に今これからが勝負だと思っております。これから FMW 女子、FMW を本当によろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。豊田が去った FMW 女子マットの勢力分布図は激変する。戦力ダウンの正規軍に対し土屋率いる猛毒隊はまさにやりたい放題し放題の状況となり、その凶悪さを増していくこととなる。そんな猛毒隊の中でかすかな異変が現れ、一枚岩を誇っていたはずの極悪集団の中でバッドナース中村がメイクを拒否、無言の抵抗を見せる。Thank you.
の頭じゃやっていけないから一応でもただ冗談なくなると思って誰か負けてんじゃねえぞお前の三者みたいなあと二つだもんなこのままうちらの下でやっていくかこのプロ世界出てどっちかだよく覚えとけお前そしてここ伝説の地汐留で工藤は無謀ともいえる猛毒隊との1対3のハンディキャップマッチに挑んでいった試合をものにした工藤だが試合後土屋のビッグファイヤーを受けダウンしたまた土屋に反旗を翻した中村は8月シリーズスーパーダイナミズム96開幕戦ではバッドナース中村改め理恵として正規軍に加入するこの日かねてから噂されていたあることがファンの前で現実のものとなる残り
最後の最後ね。それを見たいと思って戦いますね。これからもよろしくお願いします。引退はいろいろ前から私の場合は言われてきたんですけども、やっぱり自分が FMW 女子で残って戦う時期と、やっぱり離れて FMW 女子を応援するその時期っていうのがちょうど来たんじゃないかなと思って、やっぱりあの汐留の試合もやっぱり私自身のためっていうよりも、試合後に語ったように今後の女子に何か見てもらいたいなと思って戦った試合なんで、あのあたりからやっぱり今後の女子について考えた場合に今がそういう時期なんじゃないかなと思って引退を決意しました。不安は残りますね、やっぱりそれは。でもそういう時期を持って今まで私は引退をとどまって、で自分がやりたいと思って残ってやりたいと思ってやってきたんですけども、でもいつかはその状況から変わっていかなきゃいけない時があるんで、でもそれは最初だけで、時間が経てばまた安心して FMW 女子っていうものを見られるんじゃないかなと思います。やっぱり私は最後のその引退式を迎える日まで、プロレスが嫌いになって引退を発表したわけじゃないんで、やっぱりその最後までプロレスラーとしての情熱っていうのはもう最後の最後まで持ち続けてリングに上がりたいと私自身は思いますし、あとはやっぱり今後の女子っていう部分でやっぱり明るい状況になってくれるのを願いながら残り8ヶ月くらいを見ていきたいなと思います。引退宣言してからも工藤は FMW 女子のエースとして休むことなく戦い続ける。またしても猛毒隊の軍門に下った正規軍を目の前にして呆然とする工藤。自分が去った後の正規軍を思う気持ちから、家族に対する辛辣な発言もこの頃から見られるようになる。この日、我が子を先人の谷に落とすライオンのように、工藤は妹たちを残しリングを降りた。豊田が抜けた FMW 女子マットに若い力が台頭してくる。正規軍第4の戦士、池田陽子もその一人だ。96年夏、突然猛毒隊に加入したミスモンゴル、有望株の一人である。そして成長著しいこの中山に対する正規軍の期待は大きい。豊田の引退後、工藤のパートナーを務めることが多くなった中山。体格の違う猛毒隊を相手に中山は苦戦を強いられることになる。
試合後、LLPW で土屋と共闘路線を歩むイーグル澤井は工藤との対戦をアピールしていった。沢井の乱入の熱も冷めやらぬ頃、新たな選手が FMW マットに訪れる。
会場では試合を見つめる LLPW 大向井美智子の姿が見受けられた。試合後大向井は工藤のもとへ足を運んだ。 FMW のリングで石川口也選手とシングルマッチやらせてください。気持ちはわかるけど、これ私が決めることじゃないし、順序が違うし、とりあえず LL、はい、ってやることだと思うし、 LL の方には社長の方には話したんですけど、今の自分じゃやっぱりダメだってことを言われたんですけども、やっぱ諦めきれないんで工藤さんの方に直接お願いしようと思ったんですけど。じゃあその前にこっちから聞きたいのは、はい、なんか土屋とこの前やって、はい、その中でいろいろ悔しい思いもしただろうけど、はい、その中に狂気が出たり、はい、有刺鉄線で痛い思いしたと思うけども、はい、その有刺鉄線っていうものに、はい、私たち女子が、はい、今までどういう気持ちでやってきたのか、はい、女子だけじゃなくて男子もその有刺鉄線をどういう風に使ってきたのか理解してやってる？はい。本当に理解してる？まだ分からない部分もあるかもしれないですけども。それが分からなくて理解できないんだったら土屋とやる意味はないし、私はそれを応援する気持ちにもならないし、まず土屋とやりたいんだったらそういうものを私たちがどれだけこの長い時間使って理解してきたのか示してくれないことには、はい、簡単にはそれを私は承諾する気にはなれない、はい、それがね、他の団体で一切私たちに絡まないんだったら、はい、それをどう理解しようが しないの勝手だけども、はい、土屋なり有刺鉄線も絡むんだったら、はい、その辺理解してくれないんだったら、はい、私たちにとって他の人にとったらただの教育かもしれないけども、はい、私たちにとったらその有刺鉄線ってものどういう思いで使ってきたのかもっと理解してほしい、はい、でも自分は土屋とは狂気で戦うつもりはないんで。でもその試合に出るわけでしょ、はい、だからそういう風に使うわけじゃないとかって流されて考えたくないの私たちは、はい、それは女子の問題だけじゃなくて男子も全部そう、はい、うちの新人も全てそう、はい、FMW はみんなそういう気持ちで使ってきてるの、はい、使ってきてるとか理解をしてきて、はい、それで試合で出してきてるの、はい、だからただ単にそんな狂気って思うんだったら、はい、それはやる意味がないし、はい、言ってること分かってくれる？分かります。だから要はまず順番が違うっていうこととやるんだったらそれを理解してあげて、はい、そうじゃなかったらただ勝った負けたでやるんだったら、はい、それこそそっちの会社が言う通り、はい、今やったって勝てるわけないし、はい、その勝ち負けを超えるもっと強い意志がなければ、はい、私はやる意味がないと思うから、その辺を本当にやりたい気持ちがあるんだったら、はい、自分なりに考えて欲しいと思うな、はい。土屋への挑戦権をかけて大向井はこの日猛毒隊のミスモンゴルと激突した。Oh!
モンゴルに勝って土屋への挑戦権を手に入れた大向かいであったが、翌日の LLPW の大会であえなく敗れてしまう。96年の秋も深まるこの頃、工藤、理恵、中山ら正規軍と猛毒隊との抗争はまさに激しさの一途をたどっていった。迷いの抜けきれないリエのファイトにこの日工藤が激怒した。リエに対して一騎打ちを要求。工藤は戦いで姿勢を示すことを決意する。連日猛毒隊との戦いに明け暮れる中山は、この日共通の敵である猛毒隊を倒すため大向かいとのタッグを結成させる。今日大向かいさんに来ていただきましたのは、今 FMW 内で猛毒隊で LLPW 内で国連隊が好き勝手となっていることを自分たちは許さないっていう共通の思いがあるんで、同じ気持ちになった同士ということで今日来ていただいたんですけれども、中山選手の今までの行動っていうか、そういうのは全部雑誌とかで拝見してたんですけど、なんとなく自分と似たところを感じたっていうか、16日に大阪で試合があるんで、その時に土屋前泊と自分と大向選手が組んで試合の方を
ていただきたいと思うんですけれども、でも2人が組むっていうのはあくまでも仲良し小良しでやるつもりはないんですけど、まあ、お互いの団体を背負ってるわけで、この先のことはわからないんですけども、もしタッグを組んでいく中でお互い、まあ、方向性とかそういうものが一緒であればやっていきたいっていう気持ちもありますし、まあシングルでも戦ってみたいっていう気持ちもあったんで、この人に関しては、まあ、とにかく今は目の前にある土屋前の間にあとグレン隊しか、まあ、目に入ってないんで、その気持ちは多分一緒だと思うんですけども、まあ、16日はタッグを組まれこの日、大向井とのタッグで出場するはずだった中山は足首靭帯の断裂で無念の欠場。大向井はハンディキャップマッチでこの一戦に立ち向かうこととなる。リエとの一戦にペイント姿で現れた工藤は普段とは違った意気込みを感じさせていた。That's right.
猛毒隊の暴挙が意外なところに飛び火し、ここに思わぬ形で工藤神取のドリームマッチが実現する。リング上で大阪の時に、この試合の神取さんが上がってきたんですけども、私にとっては、拒む理由は何もないんで、最初のことの起こりというのは、第三者を通じてここまで来たわけですけども、私も引退を控えて、そろそろ本気で他団体の選手と、やっていく時期に差し掛かったと思ってるんで、今回は意欲的に勝ちを狙っていきたいと思います。ちんたら言ってんじゃねえ、バカ野郎。さげなんだもん。何が今回はバカ野郎、さっさとどうしていけねえんだよ。嫌い事ばっか並べてんじゃねえか、バカ。さっさとなんでできねえんだよ、おめえがよ。お前団体のトップだろうが。そういうのねえのか、お前にはよ。時期がそんなことなんか、この野郎。人のことばっかり言って自分はどうなのよ。なんだよ。だから。人だって同じようなもんでしょ。同じだって一緒にすんじゃねえ、この野郎。一緒でしょうが。何が一緒なんだよ、この野郎。自分だって抑えきれない相手がいるわけでしょ。だからなんだよ。だからなんだって人のことばっかり言ってんじゃないよ。うるせえこの野郎。もう何気ばっかり言って、お前、今やってやろう、ほら。出ろ、この野郎。この野郎。ここでは無駄だってしょうがない、こんなもん。来い、この野郎。飛び直してから。なんだよ、この野郎。来い、この野郎。あ、来いって言うんだよ。こんなとこでぐだ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 綺麗事ばっか聞いて、気に来たんじゃねえ、この野郎。ちょっと帰れよ、じゃあ。ちょっと帰れたとこの。どれ18日の何を覚えとる、この野郎。あなたが。工藤と神取の遺恨深まる対決は意外に早く実現する。Yeah!
これでもとりあえずはしっかりと蹴りをつけたと自分は思ってるけど、夢だかなんだか知んないけど、次は許してすんでやろうと思って。お前のキャンプなんだよ。まだ終わってみた。何やろこの野郎。お前決着ついたろこの野郎。この耳で確認するまで負けてるんだよ。何言ってやるんだよお前。いつでもやってやるとしたらよ。そしたらお前一つだけ条件言ってやるよ。そんなにやれてんだったら条件言ってやるよ。お前今ここで決着つけたんだ。お前ねリングで分かってんのか。そしたらうちのリングに来い。無駄って言ってやる。じゃあ来いこの野郎。12月の何で来い。来てみろ。分かった。まあお前は結果はまだ引っ込めさせろ。引っ込めさせろほら。下げろほら。うちのリングに来いしたら行ってやる。お前はもうこれで今日はとりあえず負けたんだ。お前がまだ負けてる。カンドリに敗れた工藤は敵地 LLPW に乗り込み、得意とするストリートファイトデスマッチでカンドリに再び挑んでいった。しかし4月29日に、正式に自分の引退式が決まったんですけども、その対戦相手を、まあ、他団体の選手から呼びかけたい、他団体の選手に呼びかけたいという、まあ、経過なんですけども、私の意思としましては本来の今までの従来の女子プロレスラーのように、まあ、団体内の選手とメモリアル的な試合をやって、まあ、笑ってというか、まあ、楽しいそういう雰囲気で引退式を迎えようとは思ってないんで、まあ、これは団体外といいましてもうちの、まあ、選手全て含まれるわけですけども、そういう選手たちと最後の最後まで私は勝負っていう部分にこだわって、まあ、リングを降りていこうと思ってるわけなんで、そういうものを考えたらやっぱりそういう選手っていうのは団体内にとどまらず、やっぱり外にはたくさんいるわけですから、そういう選手と、まあ、今までの総決算っていうか集大成として、最後の一戦をして引退式を迎えたいと思って、私としてはより多くの選手、いい選手が集まって、その中から私の相手が見つかると一番ベストな形ではないかと思って、他団体に呼びかけをいたしました。工藤の連敗や猛威を振るう猛毒隊の悪行など暗い話題が多い中、この日一筋の光が FMW 女子の中に差し込んだ。Okay.
丈夫だ。他団体にまで相手を広げた工藤の引退試合に名乗りを上げた白鳥千佳子がこの日 FMW マットに参戦した。この日 JD マットで暴れるライオネス・アスカが強行参戦。土屋と合体してさらに猛毒隊の猛威が高まる。そして試合後、さらにグレン隊も乱入。現在女子プロレス界を震撼させる平成最強猛毒グレン隊の基礎がここに出来上がった。この日救援に入ったカンドリに対し、工藤は有刺鉄線マッチでの再戦を要求する。前止まりからフォールを奪い勢いに乗る中山は大将である土屋と一騎打ち。一挙に猛毒隊壊滅を狙うが、Yeah!
札幌で工藤はいよいよ自分の最終手段である有刺鉄線マッチで神取との戦いに3度目の正直を狙う。執念に負けたそして私の引退式の4月29日引退試合は電流爆破で最後リングに立ちたいと思います。
カンドリを破り、いよいよ引退ロードへの加速を増していきたい工藤の前に、アメリカ版 FMW と合体した土屋が立ちはだかった。Come on.
楽だ楽だ楽だ。土屋の数々の攻撃の前に工藤の体は深いダメージを負い、試合後病院送りにされてしまう。この日再び土屋飛鳥と対した工藤はパートナーに前女61年組の同期であるバイソン木村を指名、猛毒隊との戦いに挑んでいった。
FMW マットでメインを張るという夢を土壇場で実現させた。阿部さん、はい。阿部さん、はい。なんか、はい。どうだ。阿部社長。はい。8年間は辛いぞ。ずっと取れないで。メインを張らないでずっと我慢 し続けんだぞ。お前、お前できんのか。田中、はい。田中、はい。どんな団体からごちゃごちゃ言われ、女子じゃねえ、なんだかんだむつくさ言われ、8年間どんなに傷ついてもな、認められなかったんじゃ。我慢に我慢って言って、どれだけの選手が入って去っていった。共同仁田さんが女子をメインにしてくださったってことに関しては、本当にもう言葉で表せれないくらいの感謝の気持ちでいっぱいですし、やっぱりそれが仁田さん個人ではなく、FMW の選手会含め会社含め全ての周りの方から理解していただいたっていうことに関しても、本当に本当にありがたく思います。今まで FMW に今度の試合もな、お前の要求を飲むんじゃないの。シャーッとお前に要求する。現実ばかりの甘いものがない。ダブルヘルもつけてお前の死に場で、これはな、ビクターとか話し合ってない気持ちなんだ。このシャーッとしたらプロレスからもう一人バイ、お前な、
超える超えないゴタ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 言ってるけどさ、もうとっくに超えてんだよ。もう、分かってる。何万人という人の前でな、もう一回お前潰してる。もうお前がね、人様の前に姿を表せないようにしてるから。よく覚えてる。覚悟しといてよ。私は尾崎選手の対戦要望というものを拒む理由は何一つないんで、対戦を受け入れたいと思います。あえてですね、カードについては、このリエ選手を、一緒に連れてって試合に挑みたいと思います。まあ、中山なりリエなり池田が今頑張っている中でですね、中山っていうのはある程度こう気迫を前面に、自分にあるべき方向っていうのを出しつつあるんですけども、まあリエ選手についてはですね、まあちょっと、迷いが出てしまってるっていうところが若干見え隠れするんで、それを補うためにもですね、今回一緒に連れてって新しい何か糸口をつかんでくれるきっかけになればと思って、あえて私がリエ選手をJWP 参戦に一緒に連れていきたいと思います。Thank you.
Ah!
Thank you.
引退までの間、最後の最後まで工藤をいたぶり続けた土屋。最後の仕上げは横浜アリーナまで取ってあるとばかり余裕の表情を浮かべる。そして迎えた4月29日、邪道姫と呼ばれ、FMW 女子のために走り続けてきた工藤めぐみのレスラー人生の幕がここ横浜アリーナで下ろされる。
名イベントで行われます試合の、調印式の方を行いたいと思います。それではまずはじめに、調印書の方を読み上げさせていただきます。平成9年4月29日開催の FMW8 周年記念興行横浜アリーナ大会は工藤めぐみ引退試合を下記の通りの試合形式で行う。 WWA 世界女子&インデペンデントワールド世界女子選手権試合、女子ノーロープ有刺鉄線電流バッカーバリケードダブルヘルデスマッチ、時間無制限一本勝負、選手権者シャーク土屋対挑戦者工藤めぐみ。また爆破により何らかのアクシデント怪我事故等が生じた場合でもフロンティアマーシャルアーツレスリング株式会社に対しては一切の責任を問わないこととする。平成9年4月18日このような文面になっております。いよいよ工藤にとって最後の瞬間が訪れた。果たして工藤は最強の敵土屋を倒し自らのプロレス人生にピリオドが打てるのであろうか。
壮絶な爆破と火炎放射を浴びながら土屋を下した工藤。苦しい戦いを制して工藤は自分自身で最高のフィナーレを飾った。プロレスを通していろんなことを学びました。プロレスを通していろんな人たちに会いました。今まで本当にありがとうございました。FMW 女子の象徴が去り、残された中山たちの責任は大きい。初めて工藤のいない興行となったこの日、中山の意地が爆発する。
強くなるよ、ボケ。待っといてやるよ。数々の猛毒隊との戦いに敗れ続ける正規軍に対し、平成最強猛毒グレン隊は屈辱的なルールを示し、あざけり笑った。見とけよ。
女子マットでは連戦連勝を飾り続ける土屋はついに標的を男子レスラーに定める。3人だね、それでね。はい、はい、じゃ急いでやりましょう。お願いします。わかりました。Thank you.
ぞ。なあ、チーム2人チーム。強い上にずる賢さも持つこの世界一悪い女シャーク土屋を果たして中山たちは倒すことができるのであろうか。コンバット豊田が引退し邪道姫工藤めぐみもリングを去った。創世記の主役が次々に姿を消した FMW 女子に新たなる救世主は現れるのであろうか。女子によるストーリーオブザF がまたしても新たなるステージに踏み込んだ。続きましてチャンピオンベルト返還式を行います。4月29日横浜アリーナ大会で第10代2冠統一世界女子チャンピオンになりました工藤めぐみ選手の WWA 世界女子およびインディペンデントワールド世界女子のチャンピオンベルトは本日この場をもって返上されることとなります。
それでは工藤めぐみ選手よりファンの皆様に最後のご挨拶がございます。後に FMW 女子正規軍入りし、エースとして君臨。史上初の女子プロレスオールスター戦では見事にメインイベントを務め上げ、アジャコングの保持する 3WA 世界王座へも挑戦。その実力を広くファンにアピールした。平成7年5月には新生 FMW がスタートしてからは、シャーク土屋たちの暴走を止めるために女子では初の有刺鉄線デスマッチを敢行。知らぬ間になりながら FMW 女子の看板を守り続ける姿は邪道姫と称され、他のアイドルレスラーとは一線を画せるカリスマ性で熱烈なファンの支持を得た。平成9年4月29日横浜アリーナで宿敵シャーク土屋を下した電流マッカーデスマッチを最後に引退。その壮絶なる散り際はいつまでもプロレスファンの間で語り継がれることでしょう。工藤選手、本当に長い間お疲れ様でした。私たちは命がけで FMW のリングを守ってくれたあなたの勇姿を決して忘れません。